いろんなエクササイズ頑張ってるのになかなか痩せない、このまま続けても痩せれるかわかんない、そういった方におすすめなエクササイズを紹介していきます。今回の動画を見ながら一緒に行うことで痩せる思考に一変できます。頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、エアリアウォークを紹介します。簡単に言うと体を後ろに動かす有酸素運動になります。自宅でその場でできますので、痩せたいよって方は一緒に頑張ってみてください。いきなり行うよりも適度に筋トレを含めた後の方が脂肪燃焼効果が高いです。ですので今回は歩くために大切な体幹、お尻を使った後にリアウォークを行います。後ろに進む100歩が前に進む1000歩と言われているように、今回各足1分ずつ行うんですが、各足10分ずつ行っているような感じの効果が得られますので、長い時間外歩くの大変だよ、痩せるのか分かんないから歩きたくない、そういった方は今回のメニューを行ってください。それでは紹介します。まずは歩くための体幹を身につけましょう。やはりダラダラ歩いていたりしていても、もう少しカロリーを消費できるのにもったいないです。今回はまずうつ伏せになります。足は軽く開きます。つま先立てます。肘を少し前に持っていって、このままお腹を持ち上げる感じです。これをまず30秒ほどキープしてみましょう。これで体幹がしっかり身につきます。いきます、スタート。これでしっかりお尻をキュッと締めてキープです。お尻が上がっていてはもったいないです。お尻を締める、できるだけ前ももがつかないようにしてください。辛くなったら肘を少し近づけてもいいです。お尻はしっかり締めます。頑張って、よし、はい、 OK。 次は後ろ向きで体幹を鍛えます。肘をついて足を少し曲げます。足の裏つけてお尻を軽く持ち上げる、この状態でキープです。いきましょう、スタート。足軽く開いていいです。結構これがね、ももの裏、お尻、脊柱起立筋に効くので、これも体幹がしっかりね身についてきます。ももの裏痛いよって方もね、ちょっと足を近づけてもいいです。できれば結構前に出してください。よし、待って、 OK。 次は歩く際は骨盤が動いていたり、お尻の横が使われてます。このお尻の横、中殿筋が弱ってくると骨盤が開いたり、お尻が垂れたり、反り腰になって前ももが張ったりしますので、しっかりここをね鍛えていきます。はい、足はしっかり開きます。このままお尻を後ろに出しながら体重移動です。こういう感じです。できる方はしっかりしゃがんで、お尻をねしっかり使って、きつい方はね膝半分ぐらい曲げる感じです。お尻を突き出す感じ。いきましょう、30秒、スタート。30秒ならいけますよね。しっかりね片側に全体重乗せる感じです。太ももの裏、お尻の横が効いてると思います。しっかりお尻出します。前かがみになりながら、普通のスクワットよりね効果的です。はい、 OK。 はい、この状態で最後リアウォークです。やり方は片足立ちになって、膝を曲げて、ももの裏を後ろに伸ばす感じで、手も使いながら動かします。こういう感じです。しっかりね肘を後ろに突き出す感じで、背中二の腕を使ってください。バランス崩れたらスクワットをして元の位置に帰ります。つま先はまっすぐです。いきましょう、スタート。これ1分ね結構長いと思いますが、後ろに体を動かすことはね10倍の効果がありますんで、1分でも10分みたいな感じでね、とてもラッキーなエクササイズです。もも裏使ったんでね、ちょっと意識しやすいと思います。しっかり後ろにね、ももの裏を後ろに蹴る感じ。日常的にはね体の前ばっかり使ってるので、こういった後ろをね使うことで代謝が上がります。
バランス取れてますか？しっかりね、前には動かさない、後ろにばっかり動かしてる。手もね、しっかり後ろに肘引いてください。プランクの時みたいに体幹を安定させてください。 OK、 よし、反対です。行きましょう。スタート。さっきのね、肘をついた時のお尻を締める体幹の使い方、あの意識をして、お尻を持ち上げた時のもも裏の使ってる感じ、それをね、意識して、もも裏がね、疲れてる感じがあればね、しっかり効いてます。しっかり肘をね、引いて背中も動かしてください。手もあんまり前には動かさないように、後ろにだけ動かす感じです。バランスがね、取れてると思います。これスクワットよりもね、片足立ちになるだけで3倍負荷がかかってるんで、すごいね、下半身のね、強化にもつながります。ふぅ、結構忘れてますよね。よっしゃー、あとちょっとですよ。よーし、OK。 最後座りましょう。足を軽く開いて、つま先を上げ下げしながら体も動かして、使ったもも裏伸ばしましょう。最後30秒スタート。しっかりつま先を上げた状態で前かがみ、伸ばした状態で前かがみです。足の裏も疲れてると思うんでね、こういう感じで振ったり前後に動かしたり、前にもかがんだり、もも裏がね、硬くなるとね、筋肉痛になりますから、伸ばしてください。OK! お疲れ様でした。今回のメニューは、前半に少し筋トレ、後半に有酸素運動なので、痩せるためにはとっても効果的なメニューがセットになってます。痩せたいよーって方はね、動画を見ながら何度もやってください。頑張ってバランス取れたよーって方とかね、グラグラしてできなかったよ、そういったことはコメントで教えてください。グッドボタンもお忘れなく。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらって、リンクのフォローをしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。